ザ・50回転のロックンロールやるぞ。はい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 、はい、というわけで、はい、出てまいりました、はい、ザ・50回転ズがアートスさんのお力で、はい、まだ見ぬ名盤を聞かせていただけるという、はい、ありがたい企画でございます。ありがとうございます。今回はこちら、どうぞ。ポール&リンダ・マッカートニーさんでラムですわ。そう、絶対大阪人ね、というわけで、はい、ラムですわ。ラム、うん、でジャケットに羊使うとこ見ると、あのラムでいいんでしょうね、きっとね、うん、ラム酒の方じゃないんでしょ。そうやな。これポール・マッカートニーがいつ頃作った発表した作品かも知りませんし、ウィングスとの関係も知りませんしね、はい、そうね、時系列的に、うん、ビートルズとどれぐらい時間が空いてるのかも知りません、はい、何も知りません。はい、すいません、ね、というか、あのビートルズ関係のね、ことはお詳しい方がゾロゾロとおられるんで、ね、下手なこと言わんように、ね、コメント欄が大変なことになりますよ。はい、ポールはポール、うん、ね、ビートルズはビートルズ、はい、ウィングスはウィングス、はい、で分けていただいたらいいかと思います。はい、リンダさんとやるっちゅうことは、これは一種こう別プロジェクトのような感じなんでしょうか。でしょうな。まあちょっと中にライナーじゃなくて、ほれほれほれと、まあちょっと読んでみてください。どないでっしゃろかいと。ああ、これライナーはないね、歌詞だね。歌詞か、うん、なるほど。で和訳がありますよ、キャピタルから来てますよ。うん、まあ、ポールのちょっとね、僕らも知ってるようで知らない、うん、ね、あのポールの、バイオグラフィーをね、うん、まとめていただいております、はい、びっくりしました、はい、現在、うん、まあ、ご収録時点で、はい、2024年ですけど、うん、82歳、82歳、どうなっとるんやん、すごいね、元気やな。いまだにベース弾いて、この間あの動画投稿しとったで、ね、信じられん、元気やで、素晴らしい。リバプール出身です、ご存知、はい、父ちゃん母ちゃん、あ、父ちゃんがジャズミュージシャン、母ちゃんが早くに亡くなって、うん、教会の前でジョン・レノンと運命的なで、まあ、この辺はね、ご存知かな、クオリーメン、ね、ね、クオリーメンもご存知かな、うんうん、で、あ、ポールの紹介でジョージ・ハリソンがバンドに加わったと、で、某バンドが結成されたと。なんで言われた、いらんこと言うと怒られるからそんなに名前ぐらいいいやろ、歴史を言うてるだけよ。某 B っていうバンドね、あ、ビートルズがハンブルクの巡業をスタートしたのが1960年、はい、60年からやったもんな、うんうん、スチュアート・サトクリフがベースやったよね、当初な、うん、そうね、いらんこと言わんとこ、いや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 、ちゃうかもしれんから、全部自分で言うてるやん、はい、すいません、ポールが正式にベースに立ったのは1961年、はい、まあそんなこんながありますけれども、これが発表されたのがビートルズ脱退というか、まあ表明したのが1970年で、うん、はい、初のソロアルバムが1週間後に、なんちゅうやつやもう作っとったね、すごいね、あー、もう準備しとんねん、もう、あら、いらんこと言った、準備するのはいいことですからね、71年、うん、これや、つまりソロ作の2作目、まあだからプロジェクトとはいえ、うん、ビートルズ脱退後というか解散後、はい、ポールというソロアルバムを出して、うん、その次の作品ですわ、ラム、1年後で、この同年にウィングス結成、あ、そうね、ウィングスの方が後なんやね、ウィングスの前ですな、うん、でちょっとだからファミリーでちょっとリラックスした作品作りましょうと、うん、いうのでリンちゃんとやったと。どうする、攻め攻めのアルバムやった、ウィングスはちょっとだけ持ってんのよ俺、うん、あ、そう、うん、ビートルズとウィングスの間を取る音なのかどうかっていうことだよね、聞いてみましょう、うん、はい、早速ね、はい、 A 面1曲目 Too Many People、 分かりやすいな何しろ ね、この収録の前に聴いてたのがキャプテンビーフハート曲タイトルから訳が分からん、多すぎた、何も分からん、さすがポール、うん、人が陽気おるという、ものすごい分かりやすいタイトル、人が陽気おる、陽気の人、うん、ね、いこう、レッツラゴーですよ、はいよ、クモン、
なんかアコギの鳴り方でもポールやもんな。うん、はあ。ちょドラムがリンゴっぽいんやけど。ね。てか音がねすごい そんな感じ。あ、この曲知ってんね。うん。聞いたことあるね。有名やな。うん。結構張る感じで来たね。うん。声張る感じやね。もうね、ビートルズ引きずってる。まあまあ本人やし。まあそうそう本人。71年か、うん、おいいっすね。まあマルチプレイヤーやけどベース弾き張るからか、うん、あれやね、低域のボリューム感がいい感じやね。お聞いてるね。ビートルズのあの感じってポールやったんか、うん、あの感じ、あの感じどの感じかに、どの感じか、あれはポールやったんやな。まあでも言おうとしてることは分かる。ポールの仕業やったんやな。これなんならポールが全部やってるぐらいの感じ、演奏は、ね、収録メンバーめっちゃやってるけど、まあ、デビッド・スピノザ、ヒュー マクラッケン、デニー・シーベル、まあ何人かおられるんか、うん、でもボーカル、バッキングボーカル、ベース、アコギ、エレキギター、ピアノ、ウーリッツァーってなんだろう、キーボード、ウクレレ、ドラム、パーカッション、タンパニン、全部ポール、全部できるね。曲によっては違う人がやったりして、うん、でも近年の動画でポールが自分でセルフ多重録音やってる動画見たけど、うんうん、まあ、何でもできますわ。これはできるやろうな、うん、でまた昔のバンドマンはなピアノできるから、うんうん、ええ音やな、かっこいいね。あれ何の音今の。リボルバー引きずってるんちゃうかこれ。アイデアマンやね、うん、かっこいい、うん、素晴らしい、いい曲だね。これがポールか、わかりやすい、うん、2曲目スリーレッグスかな、三本足、うん、分かりやすい、分かりやすいね。血もネタやろ、うん、かな、絶対ちゃうやろ、うんって言ってもね、絶対ちゃうやろ、うん、いや分かんないよ。犬の話、僕の犬は三本足だ、だからあいつは走れっこない、うん、まあ何かあのああいう、うん、このギターパターン何かに似てるな、数字9じゃなくて、あかん出てこ、
リンダは何をやっとんの？コーラス？確かに。リンダは何してんだろう。バッキングボーカル、リードボーカル。リードはロングヘアドレディ？うん。リンダ・マッカートニーさんのなんかウェイトがすごい少ない感じすんねんでも連名でこうあれね、愛の形を作っときたかったっていうことだから、まあね、ジョンもそうだしね。うわ、リミッターサウンド。すごいかかり方してる、ねうん、おおめっちゃかっこいいな。かっこいい。けどね、もうポールぐらいになったらね、しかも70年入ってからのポールでしょ、うん、何でもできると思うわ。そうな、もう自由自在に曲なんか。朝飯前ちゃう。肩の力がもう抜けてるもん、うん、おラムオン、ラムラムやで、ラムラム出てきましたね。おい、 B 面にもラムオンあるぞな。短いバージョンの。あ、そう。なぬウクレレぽいね。あ、ぽい。うまそういやポールウクレレ弾くわ、うん、あの、うん、後年も、うん、あ、そう、うん、ライブ弾いてんの見た。へえ。ラムオン和訳はぶち壊せっていう意味になってる。へえ。そういう意味があるのかな。それあれちゃう、放題あるあるになってない？うん、まああるかもね。そういうスラングがあるとかかな。うん、かもしれないし。ポールのソロ聴いたらビートルズのどの部分がポールかっていうのがようわかるな多分ラムこんな感じやんや、というかポールこんな感じなんや。こうなりすぎた。今のところそんなにベース出してこないよね、うん、この曲ゼロちゃう。うん、この曲はないね。やってない。お、ラムオンは、うん、ラモーンとなり、ほう、ポールが、ほう、ビートルズ、まあ長初期、うん、うん、使ってたラモン星に繋がっていくということだそうですよ。これはちょっと、ね、まあ、一説によるとでしょうけど、うん、そっからラモンズが生まれたんやから、うん、へえ。そんな単語知っとくべきでしたね我々ラムオンぐらい知っとかな。すいません。そういうことなのか。ディアボーイ、うん、タイトルが全部わかるもん、ラムオン以外ぶっ壊せって意味ないな、ね、うん、ぶっ壊せ、ぶっ飛ばせ。ラムオンズと思ったらめちゃかっこいいやん。確かに確かに。いや、まあどっちにしてもかっこいいから。ぶっ壊せ、うん、いや人の名前やと思ったらさ、うん、あれやけど、ザ・ぶっ壊すずやろ、うん、ぶっ壊す、うん、あ、ぶっ壊すという言い方もある。めちゃかっこいいな、ラモンズかっこいいな、うん、聞いてへんかったわ、ディアボーイラモンに引っ張られすぎてる。聞いてください。
なんかバンドサウンドから何かを書いたようなアレンジが多いね。あ、なんか土正面からバンドサウンドもがっつりっていう感じでもないやな。いいね。うん。でもほんまここまで何でもできる人がもうもはや何しても完成度上げられるしね。うん。はあ、超音数多かったな、うん、コーラスすごいな。次はアンクルアルバート、アルバートおじさん、アルバートおじさん、うん、ビートルズ感じるというかビートルズがポールやったんやな。おじをモデルに、おじをモデルにした、うんうん、タイトルがアンクルアルバート、アルバートアンクルアルバートおじをモデルにしたらそりゃそうやろかごめんよ言うてる、迷惑かけたけど、はい、ああそうそんな曲うん、へえ、なになに、雨降ってきた、ゲリラ豪雨か最近多いけどね、インターネットやなってへん聞いていただかなじゃん、うん、あこれがシングル、これが1曲1位だって、ハルセイ提督っていうのが連作みたいになってるな、うん、けどビートルズの後に、うん、ああなるほど、そういうことか、これが1位になるっていうのもリスナー耳超えてんね、うん、いやリスナーを褒めたいめちゃくちゃ注目されてたやろうしな、うん、何すんねビートルズ解散して、うん、でも当時ビートルズ解散というかポール脱退というかああいうのってどれぐらいの感覚で扱われとったんかね、うん、それともやっぱりそのありし日のバンド扱いやったのか、ビートルズですら当時から別格の扱いやったのか、解散ですら超ビッグニュースになるような、おこれがだってルーフトップコンサートだってさ、うん、解散間際やけど、うん、そんな下でうわーってなってないやん、うん、あの観客インタビューとか、うん、街のインタビューとかどうやったやろな、 あれら、あ彼ら来てんのみたいな、でもビートルズだって気づかんかったのかもしれない、あ、うん、下の人はどんなインタビューやったっけな、これ聞こう、うん、アンクルアルバート聞こう、うん、こういう後半に行ったじゃん、これめっちゃビートルズ感じるな、なあ随所なあ、うん、ハルセイというとこ、これリンダーですか、リンダーマッカートニーやろうな、すごいな、やっぱ人間ってこんなに出るんやな音に、うん、ビートルズにしてだからもう作家性が強いねうん、オブラディオブラで始まるか思うよまあね、
いいね。あれこれポップやな。ポップの前にやっぱビートルズやな。これビートルズにないかっていうぐらいの、うん、あるんちゃうか。後期ビートルズな、うん、そうそうそう、あのセクションだけ、うん、まあ、イエローサブマリンじゃないけど、うん、どういうこと？このまま流れ込むのかな？フェード入ってません？はあ、スマイルアウェイ。お？黎明最後。うん。6曲目。ごっついベースの音してますね。何やこれ。これストーンズの最新作で弾いたポールのベースよりすごい。主張があれもすごかったね。これまた違う次元で歪んでる、うん、なんかシンセベースギダンブで鳴らしたみたいな音してる、うん、気になるなこのベースの音。こういう商品って言うと怒られるかもしれないけど、うん、小さくちゃんとまとまった曲、うんうん、もう1日1曲ぐらい作れるんじゃん、ね、才能的に、うん、そうだよなこのスピード感、こんなんなんぼでも作れると思う。これもなんか断片からなんか作っていくポールさんの姿が浮かぶわ。うん、よく見るスタジオで。でビートルズとの決別みたいな感じの音じゃないのが面白いね。そうね。延長線上にあるもんね。延長線上というかもうねえあの。ホワイトアルバムとかあの時代のビートルズもちょっとに感じるし、まあ、これ終わってから言うてもええねんけどリンダが弱いな。一応リンちゃんどれぐらいリトンバイに入ってる曲もまあね、あほんま、うん、俺ちょっと聞こえへんかったわリンちゃん。でも上手ですよコーラス。あ、コーラス聞こえた？バック、うん。ごめん、ポールに夢中やったわ。上手ですよっていうのも多くなるけど。いや、なんかもう余裕感やな。うん。なんか日常的に曲作ってる人の余裕感が感じられる。そして世界的な天才。うん。ビートルズ解散のゴタゴタを叩き潰したいという意向があったのではないか。笑い飛ばせ。ね、ラモンがラモンにつながったのではないか。諸説あるとなるほどいうことだそうです。うんうん、はい。オッケー、いい。はい。なんと安心できる。あのね。やっぱりね。ええ。彼が以前所属してたね、うん、バンドを感じるね。ボートルズ、うん、ボートルズ、うん、
感じるね。で逆説的に言いまして、うん、ビートルズにおける彼の、うん、そのウェイトのデカさを感じました、うんうん、お前ね演奏がどうだとか、ね、よく聞くやつ、そういうことじゃないんだよね、そうですね。あ、まあベースやから一応聞いておきますが、ドリー君、ああどうかな、うん、ポールのベースは言えるもんなら言ってみなさい何か言えるもんなら、うん、なかなかいいねとか、なんかでもうまいとかいうあれじゃないよね、もうねなんかだから大元に曲ありき、うん、歌ありき、まあポールはなんか、まあ、まあ散々人が言ってるやつかもしれないけど、なんかこうベースもさ、はい、なんか歌ってるように弾くじゃない、なんかこう自分も歌いながらこうベースも歌わせるみたいな、こうそれ有名な、わかんないわかんないけど、まあなんかよく言われるんじゃないかな、そういうこと、ベース歌うベース、うん、俺よく笑うギターって言われるお前のギターは笑ってるなあ、テンションのそうそう、あのお前のギター歌ってない、笑ってる歌ってないんや、そうそう、それはきついなお前のギター笑うギターだからポールはその点ちゃんと歌ってると、なるほどね、なるほどね、うん、まあ演奏動向じゃないっていうのはビートルズも後半そんな感じかな、うーん、なんか俺イメージとしてはその初期のあのね、ビートルズ初期とかだとポールのフレーズがしっかり前に出て、うん、ロックンローベースって感じやけど、いやそうそう、だからビートルズの時みたいに俺なんかちょっとベースにそこまで注目して聞いてなかったけど、他の部分が気になりすぎて、曲やったな、うんうん、そう、あエレクトロボイスのマイク使ってる、これなんか、リンダさんが写真撮ってポールがアートワークやってるみたいですよ、あ、もう、あ、表もじゃ裏も、はい、中も、うん、中見して、はい、家族写真あの、あるけどなんかイアン・ゴンを思い出させるのあのイアン・ゴン国家的な家族写真入りの ね、 ね、僕たちから言うことはね、これ実は僕が聞きたいって言ってあのアートさんに用意してもらった、うん、あ、そうなんですか、うん、聞いたことないから、はいはいはい、僕から言うことはない。ない。聞かしてくれ言うといて。いい曲やった。ボギー君。はいはい。どうなのかな。ボギーのあの立場から。もうすごいね、もうだからバンドサウンドじゃない表現をのびのびやってはるなっていう。なんていうか。それビートルズと比べてってことだろ。うん、そうやね。ビートルズの後期みたいな。うんうんうん。うん、スタジオワークっぽい感じ。そう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 。ああそういうことね。うん、それは感じるね。うんうん、なんかライブでゴーっていう感じというより作品的に良いグッドミュージックをやってる気がする、ね。編集での面白さも作品の一部みたいなとこもあるし、ね。変わったベースの音とかね。うん、はいはい。うん、まあほんまに何も言うことはないです。けどね、もう俺がちょっとあえて引っかかるところ見つけるなんか言うとすると、うん、もうこれぐらいのアルバムポールさんいつでも作れるんちゃうかっていうまあ今となっては感があるかもしれない、一人で、あ、そうかな、うん、当時はやっぱポール一人でもやっぱすごいなって、ああなるほど、うん、あ、そうかも、うん、時代のもんやろな、そうか、今やったら知ってるしみんな、そう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 、ポールが一人で全部できること、そう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 、でもビートルズ抜けたすぐでソロ作った翌年に、うん、嫁はんと作ったアルバムで、うん、ここまで自分で全部できる男やったかというのは初めて出たんかもしれんね、うん、しかもそんなラムオン的なね言葉まで生み出すぐらい、なんかね、うん、でもあのなんていうの、そのビートルズの時の、うんポール、うん、からこれを聞くと、うん、なんかこうやや、肩の力を抜いているような感じもするけど、なんかある程度こうリラックスしたムード、まあダニーが言うようにこうポールだったら何曲でもこんな曲作れるんちゃうかっていうぐらいの、まあ、リラックスしてる感じもあるんじゃない、才能も自由に出してる感じ、うん、その感じ好きだけどね、うん、このなんかちょっとゆったりした感じ、ゆったりというかね、そうやね、なんかテンションが張り詰めた感じは全然せんね、うん、ロック感はもう結構声張ってたけど、確かに1曲目はかなり、うんうん、リラックスムードはリラックスムードか、でもぶっ飛ばせやろぶっ壊せやろぶっ壊すラムオンは、うんうん、
でウィングスはなんか元気なイメージあんねんけど、うん、このソロプロジェクトでちょっとそのビートルズとは違うリラックスムードのポール・マッカートニーが出たんちゃうかなとちょっと思う、うん、思うかな、うん、ちょっとこの牧歌的なジャケットに引っ張られてる引っ張られてる可能性もあるけど牧歌的とも言わんのかな、この写真とかにね、うんうん、家族写真とか、うん、奥さんとか彼女とかと連作あ連名で名前って、うん、あの作品作る時なんかこうやっぱりリラックスムード出ちゃうよね。出るんかね。ヒリヒリした作品奥さんと作るなんてさ、だ難しいじゃん。難しいよね。ロバート・クラムもね、あの漫画家のロバート・クラムって俺好きだけど、はいはいはい、あのジャニスのジャケットね、はいはい、チープスリルの、うん、あの人も奥さんと連作してたりするんだよ。へあ連名で作品出してたりするんだよ、うんうん、でもねその時に俺そのロバート・クラムに関しては話、まあ、全然変わるけど、はい、奥さんのクオリティすっごい低いのよ絵のクオリティははは、うん、だからそれは俺はねその時思ったのはあ、うん、アーティストがパートナーと作る作品って、うん、パートナーに対するなんていうのサービス精神とか、うん、思いやりとか、うん、愛情の表現、うん、とかいう形を、うん、まあ、アーティストができる形で、まあ、世の中に出すには、うん、やっぱ名前をアルバムタイトルなりアーティストタイトルなりに入れてあげるっていうのは、そういうことなんかなと思って、つまり俺が言いたいのはこのリンダ・マッカートニーさんに、うん、まあ、愛を世界中に君への愛を表現するよという意味が、うん、まあ、あったんじゃないかなと、あるや普通のことを思いました、うんうんうん、リンダさんの写真を使うのもそういうことなんですね。リンダさんどこ、うん、リンダさんのガッと2写真作品、うん、で怖いものと当然入れてという、うん、まあ、そんなことで B 面なんですけど、うん、はい、いいでしょうね、うん、だと思います。なんかねこっからあの期待外れになるあのイメージが全然わかんない、まあ、ポールっていう時点でな、うん、ということはよ、うん、はいはい、ポールの作品全ていいんじゃない、きっとね、うん、これは B面行きます、行きましょうよ、行ったら、いや行くんですけど、ね、行くでしょ俺が聞きたいって言ったら、ね、行かないっていうことはないでしょ、ないね、もういい、どうせいいから聞きませんって言い出したら名盤の意味ないからね、うん、そうですよ、初めての名盤に触れるというシリーズで、はい、今回ザ・50回ですが、はい、聞かせていただきましたのは、うん、ポール&リンダ・マッカートニーのラム A 面でした。はい、次は B 面楽しみだ。チャンネル登録お願いします。